ブライトンに所属する日本代表 FW 三オ薫がプレミアリーグ開幕節でゴールを挙げた。昨季限りでデゼルビ監督が退任し、新たにヒルツェラー監督の新体制をスタートさせたブライトンは、現地時間17日に行われたプレミアリーグ開幕節でエバートンとのアウェー戦を迎えた。オフシーズンの日本ツアーで長期離脱から復帰していた三マは、 定位置の左ウイングとして無事に開幕スタメン入りした。ボール動画、三オ薫がプレミアリーグ開幕弾。試合序盤は一進一退の攻防で推移する。序盤のピンチを武器の攻守でしのいだブライトンはジョアン・ペドロが左ポスト直撃のミドルシュートを放つなど徐々に反撃に転じると、25分に三マが見せる。ボックス右で仕掛けたミンテが鋭いグラウンダークロスを上げると、 ファーサイドで飛び込んだのは三笘。右足のダイレクトシュートを押し込み、今季初ゴールでヒュルツェラー監督の新体制における第1号を記録した。迎えた後半、ブライトンは立ち上がりにエバートンの構成に合うも、56分に大きな追加点を挙げる。相手陣内でボールダッシュに成功すると、バイタルエリアを進行したウェルベックが正面でそのままシュート。ゴール左にコントロールシュートを流し込み、 ブライトンに2点目をもたらした勢いに乗るブライトンは63分にも敵陣でボールを奪うとボックス左に抜けた三マがシュートしかしこれは間合いを詰めてきた武器の攻守に阻まれて2点目とはならないそれでも三マは67分に DF アシュリー・ヤングのトラップが乱れたところを見逃さずボールダッシュそのままゴールへ独走しようとしたところでヤングのファウルを誘う これが決定基礎士と見なされたヤングは一発退場となり、ブライトンが数的有利を手にした。その後、ブライトンは数的有利を生かして無理なく時間を進めると、87分には正面からアリングラが試合を決める3点目をマーク。エバートンをそのままシャットアウトして3対0で快勝したブライトンがミトマの活躍もあり、新体制での開幕戦で白星ス